今これはどういう感じになってるんですかね。見えてるんでしょうか、聞こえてるんでしょうか。よくわかりませんが、とりあえず、皆さんこんばんは。ツイキャスというものを、やってみます、特に何も考えていないので、まあかなりグダグダした感じになると思うんですけれども、基本的には、まあ、雑談のような感じ。あ、タエさんこんばんは、ありがとうございます。そう、基本的には雑談みたいな感じで、まあ、まずはやってみようかなと思っています。今まで、YouTube で、あ、よかったです。YouTube で、練習動画とか解説動画とか、あとはまあレッスンの様子とか、そういうのをまあ動画投稿していたんですけれども、まあこれからも、していくつもりではいるんですが、まあちょっと最近ね、新型コロナウイルスとかで、まあ少し、暇ができる曜日が出てきたので、あ、皆さんこんばんは。そうなので、まあちょっと、まあ動画配信というようなものもやってみようかなと思いまして、あ、マリケロさんこんにちは、こんばんは。ありがとうございます。そう、最初はね、YouTube でと思ったんですけど、あの、ミキさん、こんばんは。あ、ありがとうございます。そう、最初 YouTube のライブでと思ったんですけど、なんかちょっといろいろややこしそうなので、あ、ローさん、こんばんは。あ、よかったです。見えてますね。そう、なので、ちょっとややこしそうだったので、とりあえず、まあ、配信というものをまずはやってみようかなということで、一番手軽そうだったツイキャスというものに手を出すことにしました。やっていてなんなんですけれども、配信ができるということ以外は正直何も知りません。まあ、とりあえず動画は保存できるようですね。はい。一応それは保存するつもりではいるんですけれども、まあ、そんな感じで、発言内容には気をつけながら、うさぎさんこんばんは、配信をしていけたらと思っています。そろそろこれ下ろしますね。ですね、本当に何も考えていないんですけれども、まあ今は YouTube ではあのショパンエチュードのシリーズが進行中ですね。で、あのシリーズはですね、リアルタイムというよりは少し時間があるときにまとめて、取りだめをしています。今までの動画は割とそうなんですけど、あ、まーちゃんさん、はじめまして、こんばんは。そう、取りだめているので、最新の、なんていうか、研究成果というのにはちょっと古いですね。まあ、なんですけど、まあ、とりあえず、まあ、あれはあれとして、まあ、そういうシリーズとして、まあ、完走できたら27曲、まあ、いいかなと思っています。で、今、オーパス25の、実質的には6までかな。6までが、練習編まで取り終えていて、で、まあ、6はもう上げてありますね。なので、新しく上がるのは5までなんですけど、で、その後の7、8、9は解説編はもう取ってあります。というような状況なので、このまま行くと、あ、ありがとうございます。コンティニューコイン、ありがとうございます。そう、なので、まあ、27曲はひとまずは、特に何事もなければ、完走できるのではないかなと思っています。あのシリーズはですね、まあ、特に何もあれなので、勝手に喋りますけれども、チェルニーのシリーズとはちょっと違って、ショパンエチュードということで、そもそも、なんとなくこういろんな用語だとか、弾き方のようなものがわかるであろう人たちを対象として、こちらは喋っているんですね。あ、よかったです。役に立っているなら何よりですね。そう、なので、ちょっと内容的にですね、難しかったりとか、説明の速度が速いっていうこともあると思うんですけれども、あ、てるてる坊主さん、こんばんは。うん、なんですけれども、まあ、一応あの動画のシリーズは、まあ、そういうような、感じでやっていこうかなと思っています。ショパンエチュードっていうのは、やっぱり、まあ、
誰でも、うまくアプローチしさえすれば、手を出せるんですけれども、でもそうは言ってもやっぱり複雑な面があるし、こうね、ちょっと難しいところがあるので、まあ一応説明の対象も、まあ、そのようなつもりで喋っています。もしわからないこととかですね、もう少し詳しく説明が聞きたいとかっていうことがあれば、コメント欄とか、まあ、あとはツイッターの DM とか、まあ何かしらの、ところでお声掛けいただければ、ありがとうございます。お声掛けいただければ、まあなるべくその答えるようにしたいと思います。で、チェルニーの40番は、一応40曲終わりましたね。で、あちらはですね、学習者が対象なので、まあ、指導する先生が参考に、まあ、何か見るということもあるかもしれないですけれども、基本的には、実際に自分で練習をしている方が、わかるように説明をしています。あ、よかったです。そう、カメラのアングルは、ちょっと迷っているところがありまして、どういうアングルがいいのかなとは正直思っています。今のアングル、あとはもう少し後ろから撮るとか、ちょっと左側から撮るのはですね、部屋が狭くて難しいんですけれども、そんな感じですね。そう。で、そうですね、チェルニーの40番は、そういう感じで思っているので、まあ、少し説明は優しめですね。ただ、チェルニー40番っていうのは結構指が回る子の場合には、あ、よかったです。じゃあ、とりあえずあのアングルで、感想をしようと思います。そう、チェルニー40番は結構指が回る子の場合にはですね、まあ、なんと言いますか、頭がついてくる前に弾いてしまうんですよね。なので、そういう子の場合には多分、あの動画はあまり参考にならないかもしれないなとは思うんですけれども、自分のテクニックを見直したいとか、まあ、ある程度大きくなってから、あの曲集に取り組んでいる人たちにとっては、まあ、役に立つことがあればいいなと思っています。そう、あとはそうですね、先日アンケートで、何の練習動画が見たいですかということで、ショパンエチュードやっているんですけれども、あ、そうですね。下からのアングルはあると、手のひらの中がよく見えるので、ちょっとわかりやすいかもしれないですね。やっぱりそのピアノ演奏する上で、大事な部分っていうのは、まあもちろんたくさんあるんですけど、音色のために一番、役割を果たしているのは手のひらですね。決定的なところは、指先が、鍵盤に触れるその瞬間ではあるんですけれども、それをどういうふうに作るか、っていうところは手のひらが担っていますね。そう、ショパンエチュード誰でも、取り組めると思います。闇雲に取り組むと、危ない面はあると思うんですけれども、曲としては、取り組むことができる、余地はある曲集ですね。そう、なので、慎重に、まあ、でも、思い切ってやってみていただくといいかなと思います。そう。まあ、なので、そういう意味でも、その下から、手のひらの中でどういうふうに、なっているか、というのは、ちょっと注目してみていただくといいのではないかなと思います。そうですね。そう。で、アンケートですね。アンケートの結果を踏まえて、ショパンエチュードやったんですけれども、そのシリーズが終わる、まあ、頃ですかね、からは、アンケートで2番目に多かった、バッハのシンフォニアに入っていこうと思います。で、シンフォニアの方が、多分、参考にする年齢層が全体的には、平均は下がるのではないかなと、まあ、勝手に予測しておりますので、少し説明は優しめ、ショパンエチュードより優しめにやっていこうかなとは思っています。まあ、でも実際には、説明をするとですね、ショパンエチュードよりもバッハの方が、細々としてくるんですね。なので、あんまり説明ではなくって、まあ、練習を見せるような感じになるかもしれないですが、まあ、いずれにしてもそちらに進んでいこうと思っています。そう。それから、
その時に3つ目に挙げていたチャイコフスキーですね。チャイコフスキーの子供のためのアルバムを挙げたんですけれども、まあ予想通り人気は3位だったんですが、多分一番、ピアノを演奏するというところの基本ですね、それを見直す上では、ショパンエチュード、バッハのシンフォニア、チャイコフスキーのその商品ではそのチャイコフスキーの子供のためのアルバムが多分一番役に立つと思います。万人にですね、そのピアノをどういう風に響かせるか、それから手のひらの中をどう使うかですね、そういうところが分かりやすくなると思うので、まあ、いずれ、扱うつもりではいます。そう、バッハのシンフォニア、ありがとうございます。なるべく、具体的な練習が分かるように取っていけたらと思うんですけれども、まあ、自分で練習するときですね、本当に、見せるつもりではなくて自分で練習するときというのは、あまりこう細かく分けたりとか、まあ、分解する感じではやらないんですね。最初から全体でやってしまうタイプなので、まあ、つい夢中になると、あまり説明にならないような練習になってしまうかもしれないんですけれども、何かしら、まあ、お役に立つような内容になるようにちょっと気をつけながらですね、説明をするぞというつもりで練習をとっていけたらと思っています。そうですね とりあえず、まあ、現状、それからまあこれからのまあおおよその、まあ、シリーズものに関してですねはまあ喋ったかなと思うんですけれども、まあせっかく今ライブなので、何かもしお聞きになりたいこととか、あとここ今ピアノがありますので、ちょっとまあ気になることとかあれば、お答えしていくような形にしていこうかなと思うんですが、いかがでしょうか。もし何か気になることとか、ありますかね。うん。急にね言われてもまあ困るよっていう感じかもしれないですね。ありがとうございます。緊張してます。そうですね。私も緊張しています。そう、音ですね。ピアノを習い始めたきっかけ。そうですね。その辺も、じゃあお話をしましょうか。ピアノを習い始めたきっかけはですね、親に連れられてです。親に連れられて、近所の、ヤマハ音楽教室の幼児科の体験に行って、でそのまま入った感じですね。でまあいろんな、曲を、そうですね、当時はそのキーボードもうちにあったので、そこの自動演奏みたいなものを耳コピして、勝手に弾いていたような覚えがあります。でその時の練習は本当にレッスンに行く当日にちょっと20分ぐらい弾くっていうような感じでやっていたような覚えがあるんですけれども、まあ、そんな感じで始めました。で、結構先生のパートも弾いてみたりとかするのが好きで、まあいろいろ手を出してはやっていましたね。で何か、そうですね、まあ、結構その聞いたことをそのままやってみるのが好きだったので、当時楽譜には出てこなかったですけれども、調合の多い調で弾いてみたりとか、そういう蝶の名前を、まあ、よく分かっていないのにこう呪文のように言ってみたりとか、なんかそんなようなことはやっていたような気がします。でまあその幼児科から、ジュニア科は半年だけ行ったのかな。それで、まあ、ジュニア専門コースに進んで6年生までそこにいました。でまあその後東方の音楽教室、あの時は横浜鎌倉ですねに入って、で高校東方に入ってみたいな、まあ、そんな感じですね。なのでまあ自分からやりたいというふうに言ったのは小学校の高学年ぐらいですかね。
それまではもう本当に練習も適当な感じで、外で虫捕りする方が好きだったので、そんな感じで過ごしていましたね。25の1、あ、そうですね、テンポどれぐらい、基本的にはそんなに遅いテンポだと、ワンペダルで踏んだ時に響きが膨らみにくいですね。なので、ある程度流れがあるように、取る必要があると思うんですけれども、細かい音が、焦って聞こえないようにする必要がありますよね。なのでですね、一概にこのテンポでということはあまり言えないんです。ただ、全体が、ハーモニーとして聞こえてくる、で音楽としての流れが、自然に流れていって、で楽譜に書かれている、ショパンの書いたペダルですね、あれすごくいいペダルだと思うんですけれども、それでクレッシェンドデクレッシェンドのようなものが自然にこう生まれてくるような、そういうテンポを見つける必要がありますね。そうすると大体、ちょうどいいぐらいのテンポに収まってくると思います。なのでテンポを決めるのは、その時のまあ響きと、演奏者の耳ですね。響きっていうのは最初に音が出てからその後にうまくいくと少し膨らんで、でそれが少しずつ減衰していきます。でその減衰していく、その減り方、ペダルで減らし方を調整したりすることもできますけれども、その減り方によって、その音が次に進みたいと、感じられるテンポというのは少し変わってきますね。なのでその人の持ち音だとか、あとはその会場の残響だとか、それによってやっぱりテンポは少し流動的に変わると思います。いずれにしても、ある程度のそうですね、テンポの幅を持たせられるように練習を意識してやるといいのではないかなと思います。ロシアピアニズムのその手の形ですね。あ、拍手ありがとうございます。そう、手の形、ですね、手のひらの部分、どの技術でしょうね、逆ハの字とか、あとはその、まあ、中央筋の話とか書いてあったかなと思うんですけれども、逆ハの字に関しては一回ブログに確か書いたことがあったような気がするんですけれども、このように手を置いた時に、まあ、この真っ平らな状態から親指の付け根を少し持ち上げると自然に小指側に傾きますね。こういう状態です。こういう状態、ここではなくてこの状態になりますね。これすでにもう若干外向いてるんですけれども、そのような状態がまあ逆ハの字のまあ基本的なベースになります。でここで腕を前に乗せていくと、その逆ハの字の角度がまあ急になったり緩くなったり、そういう変化をするわけですね。でそうするとこの時の手のひらっていうのは、画面だと手の形変わって映っちゃうんですけど、こういう状態ではなく少しこうなってこうなって、まあそういう感じになります。なので手を開く時ですね、よく、生徒さんにですね、手を開くときにここを触ってもらうんですよね。指引き、手のひら、あ、そうですね、セルフチェック、まず一番は音ですね、音の聞き分けができるようになってくると、手の状態の変化にも敏感になってきます。ちょっとじゃあセルフチェックのあたりも含めて、お話をできればと思うんですけれども、そうですね、ゆっくり、まずはゆっくりでいいと思います。早くするよりもゆっくりでこう聞けることの方が、後々早いテンポにした時にもいいですね。そう対面で生徒さんにレッスンする時にですね、よく手を開くのでここを持っていてくださいというふうに言うんですね。でその時に、普通手を開くといった時に多くの方はこういうふうに開いちゃうんですよ、パッと。そうすると手のひらが真っ平らですね、ほとんど、ペタッとなってこの辺がビローンと伸びています。でここがちょっと硬くなってというふうになってしまうんですけれども、そうではなくてこのように開きますね。この指と指の間が離れていくように、そうすると手の中にくぼみができるんです。こうやって、こういう状態ではなくてこういう状態ですね。
こういう状態、どのぐらい映ってるかわからないんですけれども、ちょっと一応ぐるぐるしておきますね。こうではなくこうですね。何かこのよく傘がこう開くようにとか言うんですけど、そうですね、これ分かりやすいかな。こう開くのではなくこう開きます、こう開きます。そうすると手の中にくぼみができて、1と5の指に支えができて、でこちらもあまり緩み切らずに、この辺りまでは緩み切らずに、自然な支えができます。でこの状態を濃くしたり薄くしたり、あとは手の力をだらんと抜いたような感じで今の支えを感じるというようなぐらいでもいいですね。音色によってそのあたりは変わってきます。で、中央筋というのは低支部がだいたいこのあたりなんですけれども、ちょっと不正確かもしれないですがこのあたりですね。なので、確かあの本とか、あとブログとかですね、小野先生の、第二関節のところまで、よく支えて、その先ブラブラとかそういう書かれ方をしていたことがあると思うんですけれども、まあ、中央筋の低支部までと、まあ、ほぼ一致すると考えていただいていいと思います。言葉だけで説明するとなかなか難しいので、もしかすると誤解があるかもしれないんですけれども、必要な支えというのは固めるということではなく、どこまでをメインで使うか、まあ、メイン、そうですね、メインといっても他も働くのでそこだけではないんですけれども、どのように、連携を取るかということが重要になってくるので、そういう意味では手のひらというのは、まあここまでここまでここまで、でその先は鍵盤をこう押し付けてしまわないように力を抜くような感覚ですね。まあ、実際にはこう触っているのをすごくよく感じているので、敏感にアンテナのようにもうピリッとした緊張感っていうのはあるんですけど、こう固めて鍵盤に負けないみたいな、そういうものではないですね、ということです。手のひらの形なんとなく伝わったでしょうか。そうですね。で、指引きしていないかということに関して、この手を自然にだらんとした時に、手の甲よりも上にこうグッと曲がって上がるような上がり方は基本的にはしない方がいいかなと思います。ここまでですね。で、こう上がる時にも手のひらの側がこう膨らんだイメージで上げるのと、手の甲を包めるイメージで上げるのだとだいぶ違うので、一概に形だけでは言えないんですけれども、体の中の感覚が自由であること、変化できる、この形を取ったらそこから動けないとかっていうことではなく、変化が常にできるように、そうですね、この、セルフチェックというところでは、同じような感覚で違った形を取れるかとか、同じ部分を違う引き方ができるかとか、そういうこともまあそうですね、このルチアピアニズムに限らないかもしれないですが、チェックポイントとしては役に立つかもしれません。そうですね、導入期の子供半年曲やらせない理由ですね。曲といえばまあ曲なんですけれども、あのツイートで言った曲というのはですね、自分一人で完結できるような曲ということですね。つまり伴奏と、メロディーのようなものがあって、でまあそれをこう一人で弾けるとか、あとはちょっと有名な曲を伴奏付きで弾けるとか、そういう感じですね。一般的にその親御さんがこう、うちの子ピアノ弾けるようになったわみたいな、そういう感じでこう達成感を味わうような、そういう曲までには半年ないし1年ぐらいなるべく時間をかけて到達をしたいということです。なぜかというと、まず最初に身につけたいのは、体の使い方と音の聞き方なんですね。で、そうするとですね、まずノンレガートで一本指で、まあやっていくことになるんですが、その過程というのは結構しぶといんですよ。ついこうやってしがみついて、これで弾いてしまう、これでやってしまうとか、こうぶら下がってしまうとか、それを根気強く修正しながら、腕全体がこう、この肩とか胴体からの連携で背中も使いながら手を置くことができるというところで、それが
実際の呼吸と一致して吸って吐いてという時にまず1音が出せる。でそれが白鍵でも黒鍵でも音域が変わっても右手でも左手でもまず3の指でそれができるというところにどれぐらい時間をかけられるか、それで結構変わってきます。でそれに時間をかけるのですが、その1本指で、まあ、もちろん同じ曲をやるわけではなくて1本指でいろいろな曲を、やるわけです。でそうすると、まあ他の指も、まあ、子供は使えるので、つい使いますよね。でそれが当たり前にまずなってしまうとですね、その3の指だけやった時に他の指を固めてしまうんですよ。でそうすると3の指がうまく使えない、つまり腕全体との体全体との連携が取れない状態で鍵盤に触れるということが当たり前になってしまいます。鍵盤、ピアノの前に座った時に体を固める、崩れないように手を固める、これが当たり前になっちゃうんですね。そうするともうそこから先っていうのは、なかなか難しいです。なので最初の段階で、そのようなスタートが切れるか、で3の指から始まって2の指、4の指、そして1と5というふうに進んでいくんですけれども、そこにこうなんというか我慢できるかですね。もちろんいろんな曲やりながらやるので、なるべく退屈しないようにはやっていくんですけれども、期間はかかるんです。でその間にこう他の指も使えるのにっていう感じになってしまうと、そこからなかなか大変になるので半年間ちょっと大変だよということですね。練習動画で、手の片方、そうですね、手を触っている、よく触っているのはこの辺りですね。この辺り、ここだったりここだったりあとここだったり、それはですね、あ、よかったです。そう、それは、ここが固まっていたりとか意識が抜けてしまったりとかそういうことがないように、あ、そうですね、ありがとうございます。そういうことがないように、そこを触ることによって、そこに意識が向くように、しています。なので何かこうそこを、筋肉をいじって、やったりとか、そういうわけではないですね。こう詰まってしまっている時にはそれをあえてちょっと広げたりということはやっていたりするんですけれども、でもそれはほんのちょっとです。ほとんどは触ってそこに意識を向けたいというだけですね。でそうするとそこに意識を向けることによって指の力が、余計な力がですね抜けやすくなったりとか、そこを中心にしてこう体全体の連携を改めて感じられたりとか、そういうことが、ありますので、よく触っています。ピアノ猫さん、はい、よかったです。そんな感じですかね。あと1分半ぐらいで、終わるでしょうか。ぜひやってみてください。子供にレガート、あ、そうですね、レガートはですね、まず歌えないとダメですよね。なので、母音で歌うように、教えます。ドレとかではなくて、ああ、そうやってその音と音のつながりが、つなぎ目がない、まあそうですね、切れ目がないようにということですね。でそれをその手の動きの上がる途中で、上がる途中でというのは2音でやるんですね。これは音のしりとりのような感じでやると伝わることがあります。で、そのつながっているところをよく聞くということをまず教えます。ロシアピアニズム重力奏ではないピアニストで、内田光子さんの弱音は素晴らしかったですね。あれはもう鳥肌でしたね。このコンティニューコインっていうのはどうやるんでしょうねすみません、使い方がわからないのですけれども、